カキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日は10月29日、時間は夜中の1時18分。日付が変わってすぐにコンビニ行ってきました。2軒目で発見、サンキューファミマ。ガリガリ君リッチシチュー味、これはですね、ヤッホー。ガリガリ君リッチ、クレアおばさんのシチュー味。ガリガリ、ガリガリ、ガリシチューティー当たる。これ当たりだと T シャツもらえるね。ポテト、シチュー味かき氷、シチュー味アイス。ポテトだ？ん？こんな衝撃的な商品が出たのは、確かもう1年ぐらい前のガリガリ君リッチコーンポタージュ以来じゃないかな。で、コーンポタージュっていうと、僕は食べる前に、なんかいける気がするって思ったんですよ。美味しいんじゃないかと。あの冷製ポタージュとかあるからね、冷たいコーンポタージュ。でもシチューってね、もうポテト入ってるってね。まあ、コーンポタージュにはトウモロコシ入ってたけど、ポテト、じゃがいもでしょ。食べちゃいましょう、クレアおばさん。おお、色はね、綺麗なミルクアイスみたいな感じ、ほんのりクリーム色。続きましては香り。え？香りがね、ミルクアイス。果たして味は？いただきます。お、クレアおばさん。めっちゃシチュー。じゃがいもめっちゃじゃがいも、本当に入ってます。で、口に入れた瞬間のね、雰囲気は、あれ？これ甘いミルクアイスと思ったらもうね、1、2回噛んだ瞬間からもうシチュー。一番外側のシチュー味アイスは本当になんかミルクアイスみたい。ただ中のジャガイモかじった瞬間にシチューだね。ジャガイモたくさん入ってる。僕的にはですよ、もうデザートとしてありですね。コーンポタージュの時もそうでした。まあ、ただシチューをそのまま凍らしたとかっていう味じゃないと思うんですよ。うん、やっぱそうだ。なんかジャガイモがシチューの味。僕さっきラーメンとライス腹いっぱいに食べてきた帰りに買ってきたんですけど、それでも僕は美味しいです。ただ僕は美味しいと思うんですが、前回のガリガリ君コーンポタージュの時もそうだったんですけど、僕がうまいって言ってその後に買った視聴者の方から、ヒカキンさんまずかったっすよみたいなコメントが何件か来たんですよ。だから本当にこれは僕の個人的な感想です。ヒカキンはまあまあ好き。ジャガイモがなかったらすげえ好きかも。でもこのジャガイモなくなった瞬間にね、シチュー感すごく減って話題性もなんか減るよね。だから思い切ってやったんだと思います。ただまあ本当に美味しいアイスを買いに行って、まあこれは選ばないかなーとは思いますね。当たりかどうか食べてみます。ハズレ。はい、というわけで今日はガリガリ君シチュー味のレビューでした。もう一本あるよ。というわけで実はもう一本買ってきました。本題に入りましょう。まあ定番だと思うんですけど、お鍋で温めたらシチューになるのかな。まあおそらく甘いんだろうな。ただあれだけジャガイモが入ってたら少しはシチューっぽいんじゃないかと思います。早速リビングへ行こう。行くよー、ポン。クレアおばさん、これで行こう。よし、ポッカー来たー。やべやべやべ、倒れた倒れた、倒れちゃった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 、来ました。ふるるるる、ちゃ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 、くる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 くれ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 、なんか溶けない、あ、蒸発すんな、蒸発してる、蒸発してるよこれ。よっしゃ、もうこれでいっちゃおう、こうやっていっちゃいます、一気にいっちゃいます。蒸発するな。うわ、曇った、曇っちゃったけど蒸発してほしくないよ。家の中シチュー臭くなっちゃうよ。おお、早え、あちちち、お、じゃがいもがポツポツ出てきてる、じゃがいもが、はあ、お、
シチューの匂いが、すげえ、シチューの香りしてきたよ。もうちょっと待ちましょう。さ、30秒くらい経ちましたけども、おお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 は、取り出せない、薄っぺらくてもう取り出せない、はっ、ひー、じゃがいもが、うほ、うほ、よし、崩そう、さっさと、さっさと溶かそう、よいしょ、よいしょ、よいしょ、OK、回収完了、ふぅ、熱々にしてからね。おお、もう完成じゃないこれ、完成ですねこれ。片手でやるのむずい。よっこしょ、よっ、おお、これはどっからどう見てもシチューだな。人参とか入ってたら完璧だねこれ。はい、それではいただきます。砂糖食ったら見て、これはびっくりだわ。甘すぎて食えたもんじゃない。アイスってこんな甘いのか。冷たいと甘さ麻痺すんの。何これ。じゃがいもは普通なんですけど、もうね、甘いカフェオレとかそういう次元じゃない。うお、よかった、ご飯にかけて食べなくて。わかった、あのね、甘さで言うと練乳飲んでるみたい、そういう次元。まあ全部食べますけどね、なんだってアイス食べるのと一緒だからな。うん、うーん、甘え、うん、ました。ということで実験の結果、ガリガリ君リッチシチュー味をお鍋で溶かして温かくして食べると、砂糖食ってるみたいてくらい甘いです。皆さん食べるなら普通に食べましょう。バイ。僕のゲーム実況のチャンネルヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます。Da-da-ku, da-da-ku, da-da-ku.